エトラちゃんは見た。私はカリン。25歳の時、15歳年上のヒイラギと年の差婚をした。ヒイラギとは会社の取引先で出会い、何度か一緒に飲みに行ったことで意気投合し交際することに。僕はね、男尊女卑や亭主関白なんてこの世からなくなってしまえと思ってるんだよ。男女は皆平等、結婚してもお財布は別々、それが今時夫婦の目指すべきところなんだ。この時何を思ったのか私は。なんて説得力があるのかしら、さすが年の子、なんていうお花畑な思考に陥っていたのだ。結婚の決意はしたものの、私の周囲は全員大反対。何？もう少しよく考えなさい。そうよ、あなたならもっといい人がいるわよ。もう決めたの。年の差についていろいろ言われるのも覚悟してる。でも絶対幸せになるから。と、私は周りの意見を押しのけてヒイラギと結婚したのだった。最初の3年は良かった。お互いの財布に干渉せず、仕事も自由にできたし。ただ、赤ちゃんか。欲しいっちゃ欲しいけど、あの人あんまり気乗りしてないのよね。僕は別に。それに育休手当をもらえても、いろいろ出費もかかってくるだろうしな。あれ？ちょっと待って。子供が生まれたら、もろもろの費用ってどうなるの？出産費用、ベビー用品と、保険代、保育園代。そう、恥ずかしいことに、今更ながらこの疑問にぶち当たったのだ。そもそも我が家は、ヒイラギの提案した夫婦別財布制が続いていて、私とヒイラギ、それぞれ15万ずつ、毎月生活費として口座に入れていた。かつ、その他個人の貯蓄や相続については、お互い干渉しないというヒイラギが決めた約束があった。でも仮に私が産休育休に入って、手当がついても毎月15万出せるかな？っていうか、15万って足りる？そもそも保育園に入れなかったら、私、仕事辞めるか転職かしなきゃいけないの。え？子供の費用？そんなの、カリンが産むんだからカリンが払うに決まってるじゃん。え？もし私が数年働けなくても？もちろん出してもらうよ、貯蓄からね。結婚の時約束しただろう。それに赤ちゃんが欲しいのはカリンなんだから、僕が払うのはおかしくない？それを聞いた瞬間、あ、ダメだ、この人とは子供を作ってはいけないと気づいたのだった。そしてそれから、映画見に行こう。割り勘。アイス美味しい。割り勘。夫婦完全別財布制ということに疑問しか浮かばなくなったのだ。夫婦って助け合うものじゃないの？っていうかこれって夫婦って呼べるの？なんかこれじゃ夫婦というより友達みたいじゃない？はあ？なに？この前のことまだ引きずってんの？どうして欲しいわけ？どうして欲しいかじゃなくて、もっと夫婦でいろいろ話し合って決めていくのがいいと思うの。この先何があるかわからないし、もっとお互い向き合って。もう必要ないってば。ガリンは黙って僕についてくればいいんだよ。悪いようにはしないから安心してよね。しかし突然想定外のことが起き、夫婦すれ違いどころではなくなったのだった。悪性の癌ですね。残念ですが、もってあと半年ほどでしょう。そんな。ガリン、ごめんね、心配かけちゃって。大丈夫。父は創生し、子供は私一人で、おばも近くには住んでなかったため、母の世話ができるのは私くらいだった。その他病院の手続きや実家の整理、母のお世話等で病院、実家、自宅を飛び回り、次第に母を失うことを恐れて、精神的にも肉体的にも参るようになっていった。そしてそれから4ヶ月後。ちょっと、最近冷凍とかレトルトもの多くない？料理はカリンの担当なんだから、もっとちゃんとしてよね。悪いけど私、お母さんのお世話でいっぱいいっぱいなの。はあ、そんなの僕の知ったことじゃないね。何よそれ。じゃあ私のお母さんが死んじゃってもどうでもいいってことね。それはまあ正直だって他人じゃ。カリン、あんな男を選んだ私がバカだった。この時は自分の愚かさが恥ずかしくて悔しくてどうしようもなく、気がつくと病院にいる母の元へ向かっていた。ガリン、どうしたの？ヒイラギさんと喧嘩したのかい？母さん、ごめんなさい。私がバカだった。しょうがないわね。あなたは昔から頑固だったから。ガリン、人生はいくらでもやり直しが効くわ。自分の思うように生きなさい。
その2ヶ月後、母は天国へ行ってしまった。その後、母の四十九日を終え、私は弁護士を雇って、ヒイラギに離婚を切り出した。ちょっと、カリン！どういうこと？離婚のことなんて聞いてないし！いきなり弁護士つけるなんて！こうでもしないと、あなた真剣に取り合ってくれなかったでしょ？離婚原因は性格の不一致、価値観の相違、ということになります。カリンさんは慰謝料を特に望まない方向でして、財産分与については…そうだ！財産分与！それをしなきゃ絶対離婚はしないからな。こっちは結婚してから4年で400万くらいだけど、あなたは？悪いね。僕貯金なんて持ってないよ。結婚してからの分ってこと？いや、結婚前も貯金なかったよ。だって人生いつ死ぬかわからないし、取っておいて使わなかったらもったいないじゃん。それに保険も入ってるし。じゃあ聞きますけど、保険も当てにできない緊急の出費が仮にあった場合、どうするつもりだったわけ？そりゃ借りるしかないでしょ。もちろんカリンからね。ほら、せっかく貯めたのに折半なんて嫌でしょ。バカな考えはやめなよ。つまりあなたは私が困った時は助けないけど、自分が困ったらおんぶに抱っこで私に甘えるつもりだったということね。いや、その…200万なんてくれてやるわ。本当に私がバカで無知でした。勉強代としてあなたに差し上げますから、今すぐ離婚してください。そして夫はその後も少しこねたものの、数ヶ月後ようやく離婚が成立した。心の底から清々したけど、母に心配させてしまったことや孫の顔を見せてあげられなかったこと、当時はすごく後悔してたのだった。今は…お母さん、早くちょっと待ってね。ガスの元栓戸締まりは OK。 新しい家族ができて、ようやく墓前の母にいい報告ができるようになった。決して裕福ではないけれど、今の夫とはしっかり話し合いをして、経済的なバランスもうまくいっている。よし、それじゃあ遊園地に行こうか。その後、元夫ヒイラギから一度お金の無心を受けたけど、ごめん、実はちょっと交通事故を起こしちゃって、少しでいいからお金貸してくれないかな。もう他人ですから無理です。二度とかけてこないでください。待ってとお断りしておいた。それからどうなったのかは知らないけど、私にはもう関係ない。彼には十分勉強させてもらった。もう同じ過ちは繰り返さないだろう。ご視聴いただきありがとうございました。作中でも言っていましたが、こんなの夫婦という感じがしないんですよね。私のイメージですが、夫婦というものはやはり一生を共にするのですから、相手の悩みは自分のことのように一緒に向き合うことが大事なのではないでしょうかね。何より個人的には、自分の家族のことをどうでもいいと言われている相手とは結婚したくないなぁと思います。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また周りの意見って大切だと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。